たちがどうなってるのかなっていう感じだ。ノンサイ札幌森ちゃんでございます。本日は可愛いゆっくり動くお猿さんの登場でございます。なんと毒を持っているスローロリスというお猿さんの登場です。それでは紹介させていただきます。この子です。おやきちゃんです。可愛い。はい、それでは皆様可愛いので最後まで見てください。ちょっと観覧注意かもです。当チャンネルを見慣れてる方は大丈夫だと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、それではおやきちゃんでございます。おやきちゃん、はい、おやきちゃんですね。スローロリス、ロリスっていう種類のお猿さんです。リスとは全く関係ありません。オランダ語でロリスっていうのがピエロっていう意味なんですね。ピエロさんのお顔にそっくりなのでロリスというふうについてます。スローはもちろんそのままゆっくり動くのでスローですね。おやきが見守る中、私はこちらのお皿に、はい、ミルワームを入れちゃいます。見てる、生きてます。見せてください。この手でガシッと掴みましたね。指と指の間にポコッとした肉球みたいなのが出てるのもポイントなんですけど、ちなみに登りやすいように足の指の、人間で言ったら人差し指のところはちょっと爪がですね尖ってます。よいしょ。おやきちゃん、体の形がどうなってるのかなっていう感じなんですけど、ぬいぐるみみたいに可愛い。間違いないですね。すごかったですね。ちょっとこっちの方がすごいかも。身長のポイント。すごいね。体勢もすごいですね、今ね。すごい体勢をとっています。柔らかいです。なのでさっきの この箱の中に入るぐらいの柔軟性もあったんじゃないでしょうか。いやいやいや、すごいすごい。まあ、ワームもね、いいんですけど、まあ、こんなにたくさん持ってきたんですが、実際ちょっと、まあ、食べ過ぎはどんな動物もねよくはないので、次が最後の一つにしたいと思います。もちろんですね、まだあります、まだあります。お猿といったらバナナ、はい、バナナもちらっと見ましたね。ちょっと待ってくださいね。部屋の中でこの子が逃げたら困るので、まずはこちらの処理をしたいと思います。もう1個食べる。こんなに見たら食べたくなるので、アニマルグランピング、動物と一緒に泊まれるアニマルグランピングでございます。逃がしておりませんのでご安心ください。じゃあバナナですね。おやきちゃん、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 私がちょっと準備してる間におやきちゃんお部屋の中に戻っちゃいました。あ、そんな登り方するの？すごいね、おやきちゃん。
マキちゃんそこにさいるのもいいんだけどさ、バナナを持ってきました。どうです、バナナ。まあ、野生下でバナナは剥かれておいてはいないので、ちょっとこのバナナの皮のまま渡したいところ。はい、それでは皆さんいかがでしたでしょうか。これからバナナというところだったんですが、今回はここまでとさせていただきます。またバナナを食べているおやきくん紹介させていただきますので楽しみにしていてください。さあ、可愛かった方はグッドボタン、コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いします。森ちゃんとスローロリスおやきくんでした。またね。